ケベック・キャピタルズは、プロ野球、北米独立リーグのフロンティアリーグに加盟している、野球チーム。本拠地は、カナダ・ケベック州ケベックシティ。ケベック市営球場を拠点球場としている。1999年に創設され、ノーザンリーグに加盟。2003年、ノーザンリーグイーストが再び、ノースイーストリーグとして独立したため、ノースイーストリーグに加盟。 2005年にノースイーストリーグがカナディアンアメリカンリーグに名称を変更。2006年に初のリーグ優勝を果たし、2009年から2013年まで5連覇を達成した。2019年10月16日、カナディアンアメリカンリーグがフロンティアリーグに吸収合併されることを発表した。それに伴い2020年シーズンから、 フロンティアリーグで活動することになったが、新型コロナウイルスの感染拡大に、伴いリーグ戦は中止となった。2021年は、アメリカカナダ間の移動に制限があるため、同じカナダ・ケベック州に、本拠地を置くトロワリビエール・エーグルスと、エキップ・ケベックというチームを結成し、7月までは、すべての試合をアメリカ国内で行った。8月になり、制限が緩和されたため、 チームはカナダ国内でホームゲームを行った。ありがとうございます。